キラ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 、ね、そうだ、目の中に星がある。ほんまに？うん、自分映んないの前からカドのことが好きでした、うん、これからも一生幸せにするし、ずっとそばにいたい付き合ってください、お願いします。お願いします。マジでいい。死ぬ。マジですか？いいですか？ピュアすぎ、ピュアっていうか、なんかもうほてってる、ほてってる、理想すぎて。キュンキュンした？キュンキュンした、キュンキュンした。キュン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 ちょうどこのシュークリームがあるということで、うん、押していただきます。大丈夫？大丈夫？うん、レイラがシュークリーム。うちらやばい。やばい、うちらやばい。怒られる。怒られる、怒られる。じゃあシュークリーム運んできてください。店員さん。店員さん、店員さん。店員さん。暑いね、今日。ね、暑いね。美味しかったね、あのビビンバ。あ、ペパーランチライス。ペパーランチライス。失礼いたします。お待ちどうさまです。シュークリームになります。え、シュークリーム頼んだの？そう、デザート。多くない？多いね。結構多めだね。またネイルしてて、なんかシュークリーム食べれないの？あ、食べれない？うん。あ、しようか。え？いいよ、いいよ。はい。あえ？おいしい？おいしい？ダメだってマジで。レイラの食べ方が下品すぎてちょっと緊張感なくなった。下品下品、うん、どんな場だったの？キュンキュンした？あ、したんだ。見てる側もキュンキュンした。ほんまに、うん、ありがとうございます。フラッフィー。じゃあ次、キスするタイミング。どんな質問やん。まだ初めてキス、まあ、お風呂上がり、うん、まあ、どっちもお風呂上がります、はい、で、部屋に待ってますね。お風呂上がりすごい進んでる。にんまりにんまり、まあ、ベッドで、まあ、適当に僕がスマホをいじってます。彼女さんが、まあ、濡れ髪で、まあ、タオルみたいなのが来るじゃないですか。とは、はぁーみたいな、気持ちよかったみたいな。やっぱ濡れ髪ってなんか可愛くないですか？女性可愛い。多分僕も似合わけると思うんですよ。ベッドの横ここ来てって言うんですよ、多分。なんか目合わせますね。はいはいはい。で、こう、ソフトキス、パッて、一瞬、一瞬、そして一瞬キスして、何事もなかった、ごめんみたいな。ごめん、何それ。言わなくて、言わなくて、言わなくて、言わなくて。これアドバイスしてもらうね。うん、いらん、いらん、ごめん、いらん、ごめん、いらん、いらん、別に謝ることない、うん、ちょっと注意したくなったみたいな感じ。あ、そう、注意したくなった、そうだ。で、そこから首まで行って、それでね。レイラ多分 YouTube でエロスケで変態やろうって呼ばれてるよ、多分。いや、言われてるで。言われてるで。言われてるで。最高だね。ちょっと整えてもらって。初デートに行くとしたらどこに行きますか？なんだろう、まあ僕は食べ歩きが好きなので、いいね、浅草とか行きます。いいね。浅草で、浅草メンチカツ。二人で歩きながら食べたいね。そう。で、おみくじとかして、まあ恋みくじは引かないですけど。なんでなんで？そういうの嫌なんですよ、わかります？なんかもし、なんでなんで？もし、なんか今日とか出てます。気まずいから。あ、みたいな。続いて、好きな子へのアプローチの仕方を教えてください。はい、気になるな、それ。そうだ。どうやって言うの？アタックするってなったら連絡？もう頻繁にしますね。へえ、うん、じゃあもう分かりやすいかもね。あ、この人好きだなみたいな。そう、その人しか考えられんから。え、すごい素敵。え、じゃあどこ行こうとか、付き合ってなくても、うん、そう、好きになったら遊びたいみたいな。うん、絶対あの固定しちゃう LINE。 わー、やばい。付き合ってなくても、付き合ってなくても、うん、好きな人だったら絶対固定しちゃう。気にしちゃうもんな。だってもうすぐ、俺 LINE 通知オフ派なんですけど。そうなんだ。うん、なんかずっと確認しちゃう、考えちゃうからな。結構嫉妬深い。うん、かわいい。嫉妬深いっすね。どこまで、結構どういうところとか嫉妬する。そうっすね、結構これ言ったら重いって言われがちなんですけど、異性と喋って。わかるよ、かわいい。でもそれないよね、ないよね。死ぬ、かわいすぎ。え、男と友達と出かけちゃダメ？彼女無理だよ、絶対無理よ、絶対無理よ。2人じゃ無理、絶対無理。でもさ、それってさ、今後さ、
さ、じゃあ大人になっていく上でさ、ないわけないじゃん。ないわけないけど、あのこれから先ないわけないんだよ。高校までの恋愛なの、それは。もう。いや、だから、わかるよ、わかるよ。レイラも嫉妬深いよ。すごいわかるけれど、一回自分の立場になった時に、男と二人で出かけるって、その、そりゃなんか、変な意味になった、あの、信用できないの、わかるけど、だってさ、上司とかさ、普通にサラリーマン、なんか、会社に所属した上司とかご飯行くとか、夜とかもご飯とかさ、あるわけじゃん。大人になったら当たり前のことだからさ、今のうちからさ、なんとかないとさ、無理じゃない？お出かけするっていうのじゃん、彼女よくないみたいな。え、聞いて、レイラも前までそうだったのさ、うん、だけど、自分に男友達がいなかった時に、ラッフィー、次、彼女が体調悪かったらどうしますか？それを実際にやってみてください。じゃあ、うちら彼女2人いるっていう設定で。怖い。無用。友情業や。はい。じゃあ、もし彼女が体調悪かったら、そうとなったらどうするかを。体調悪かったら。よーい。アクション。重かった。どうしたの？待って。かのちゃんやって。かのちゃんやろう。だってさっきさ、カノ、レイラ、カノだから、次カノ。分かった、夜中で一緒にするね。はぁ、お腹痛い。じゃあ、カノちゃんにやっていただきます。今、カノ一緒に便利そう。よーい、はい。お腹痛い。どうした？お腹痛いです。お腹痛い。マジか。ちょっと待ってて。うん。あ。外。で、自販機でなんか、まあ、あったかいもの買って。はい。置いとくねーみたいな。置いとくねーみたいな。え、彼女ですよ。結構冷たいらしいです。いや、なんかさ、俺、思うねんけどさ。なんか、話しかけられたら嫌みたいな。ああ、女の子のね、そういうのもさせて。ある。でもね、じゃあアドバイスさせてもらうと、こういう時だからこそ女の子は構ってほしいの。あ、そうなの。女の子の大丈夫だよ、大丈夫じゃない。女の子の大丈夫だよ、大丈夫じゃない。あ、そうなんだ。だからこうやって頑張って体調面を外に出してる時は構ってほしいから、もうできること、なんか何してほしい？キューしてほしい？とかね、やっていただければいいんじゃないかでしょうか。ラッピー。じゃあ最後の質問やっていきます。はい、うん、じゃあ本気でカノとレイラを口説いてみてください。口説くってどういうんですか？ナンパする。ナンパすんの？うん、なんかじゃあ通りがかりで。かわいいね、こうやって。それではいきまーす。心の準備いいでしょうか。よーい、アクション。あ、すいません、横いいですか？横いいですか？はい。あ、ありがとうございます。すいません。ごめんなさい、すいません。なんか、ね、単刀直入にも変ですけど。はい。タイプっす。どちら様？そうっすよね。結構まあ田舎のものなんですけど、はい。まあ一応モデルやっ、いや、でもないっす。じゃあ待って、ごめん。結構普通の一般会社の人なんですけど、はいはい。結構タイプです。ごめんなさい、結構変っすけど。急に言うのは変っすけど。ピッポッパップ、すいません、変質者いるね。おいさん、くどくってどういう意味？いや、だから慣れてないんだろうね。てかちょっと最初の辺悪い男が難しい。これじゃあやってみたいくどき方とかある？悪い男になってみたいとかある？じゃあレイラの時はそうしてやってみたい。ソータのキャラじゃなくていいから。ソータがやりたい。演じるだけ。それこそ今演技頑張ってるんでしょ。うさいな、マジね。おー、かわいいね、君。うるさいね、ここ。
うるさいね、ここら辺。可愛いっすね。全然。マジっすか。はい。いや、マジ結構タイプっす。またいや、一緒に飲みませんか。飲みませんか、一緒に。すいません、未成年なんで。あ、そうなんだ。そうか。じゃあ、連絡先交換しよう。どちら様ですか。あの、でね、普通の常連の人なんですいや、今日初めてでめっちゃ緊張しちゃってなって。え、友達とかいるの。なんか一人で行きます。一人でクラブ、はい、あ、そうなんだ、あー、そうなんだ。じゃあこの後もずっと一緒にいたい。えぇ、ー、なんでやねん、まさかの発言。なんでやねん、いい君一緒にいたい。いいよ、お持ち帰りされるのかな。そう、お持ち帰りをね、ちょっとクズ男に。それ結構キュンときた。ギタギタ出る今来てきた。マジで、うん、やっぱクズ男ってキュンとするんだね。いや、まあクズ男がモテるんですね。モテるモテるモテる。引っかかっちゃうね、よし。いや、クズ男バカだなぁ。クズ男の方が良かったよ。いや、クズ男の役のなんかお仕事のやつ見てみたい。マジで絶対にいい。うん、マジか、わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日はソータ盛りだくさんでお届けしました。盛りだくさんで、みんな嬉しかったかな。ソータスペシャル、まあでもこの3人がね、これからも頑張っていこうって言って AAO で終わりましょう。せーの、 AAO、 バイバーイ、バイバーイ。